こんにちは、ゆかりです。新年おめでとうございます。昨年は今もね、慣れてはいないですけどね、はい、 YouTube 始めました。投稿をっていう記念すべき、1年目でした。はい、10月の半ば過ぎですよね、確かね、私初めて投稿したの。本当に拙くて、なんか本当にお見苦しい点が山ほどあって、ああ恥ずかしいって思いながら実はやってました。でもそんな私をね、師匠お二人をはじめとする諸先輩方がね、支えてくださって、はい、昨年ずっとね、写真を撮って、動画にして皆さんに見ていただくっていうことができました。なんかちょっと成長できたかなって、はい、勝手に思ってます。いい年でしたね。はい、写真をまたなんだろう、やれるようになったっていうと変ですけどね、はい、写真と縁がまた持てるようになったっていうのが私にとって一番いいことだったかなって思います。まあそれもね、やっぱり師匠にね、お会いすることができたっていうのが一番大きかったですかね。多分師匠に会うことなければ一切もう写真をね、撮るっていうこともしなかっただろうし、こんなね、この YouTube もね、もちろん師匠にまあ半分ですよ、やれという、はい、感じでね、そういうね、こうちょっと圧を感じて、はい、始めた部分もあるので、ただ今はやっぱり師匠さすがですよね。あの YouTube にね、こうやって動画を投稿することによって自分自身やっぱり成長できたかなって思う部分多々あります。本当に、まあ2019年度は本当に拙い感じがなんとなく形になってきたかなっていうところで終わってしまった感じなので、2020年はそうですね、ちょっとここから先駆け足でね、ちょっとわーっと階段駆け上げられたらいいなーって思うんですが、まあなかなか一筋縄ではいかないかなと思っています。はい、まあお話はちょっとここで置いておいて、昨日ですね、1月1日、はい、長野県の諏訪市にある諏訪大社神社へ初詣へ行ってきました。朝ね、8時半ぐらいですかね、ちょっと前ぐらい、8時半ちょっと前ですねに、神社に着きまして、そこからまあお参りもさせてもらって、なんか楽しい時間過ごせました。まあ、そんな中で、まあ、いろんな写真も撮ってきたので、それを見ていただきたいと思います。今回のこだわりポイント、こだわり、ホワイトバランスってあるじゃないですか。あれをあえて、晴天にケルビンを合わせて撮りました。まあ、いろいろね、いじれば、まあ、変な言い方ですけど、いろんな色にね、まあ、青系とかオレンジ系とかに変えられるホワイトバランスなんですが、あえて晴天を私は今回選びました。諏訪のね、キンとした寒さ、刺さるぐらいのね、痛いぐらいの寒さ、まあ、北海道に比べたらそんなことはないですけど、まあ、それに近いぐらいのこのキンとした空気感を写真で表現したくて、あえてホワイトバランスを晴天の状態で撮りました。では、ね、写真を見ていただきたいと思います。ではどうぞ。
はい、いかがでしたか。ちょっとこの空気感ね、うさぶっていうような感じのこの空気感、写真からもね伝わったらいいなと思います。ですね、本当に2019年は本当にいろいろありました。ここにねちょっとカメラたちが映ってるんですけどね、2019年カメラなんと1台から6台ですねに増えました。まあ楽しみも6倍です。うん、まあちょっとお金もかかってるかなっていうのも若干ありますけどね。ただなんだろう、私いい師匠についたかなって思うのは、高いカメライコール、まあ、もちろんねいい写真撮れるのあるんですが、普通のね中級機でもちゃんと写真の基本を守ることによっていい写真って撮れるんだよ、うまい写真って撮れるんだよって、お金はそんなにいっぱい使わなくても写真は撮れるよって教えてくださった、うん、それが一番この師匠についてよかったなって、師匠についてっていうか私が勝手についただけですもんね。ついた？ついたのかな、まあ、アドバイスをねいただける関係になりましたけどね、はい、そこがやっぱり一番良かったかなって思います、うん、高いカメラで高いレンズで撮れば、まあ、誰でもって言ったらおかしいですけど綺麗な写真絶対撮れるんです。ただそこまでのお金が出せる私ではないので、そうじゃなくてもそれに類似するくらい上手な写真撮れればいいでしょうって師匠おっしゃってくださって、私それがなんか本当にこうなんでしょうね、心にゆとりが持てたって思います。なんかよくわかんないこと言ってますね、はい、で今日こんな格好してるじゃないですか、こんな格好、こんな格好私これから着物デートしてこようと思っています。着物デートってなんだよですよね。私に着物の着方を教えてくださった師匠、女性ですよ、がいらっしゃるんです。なんと師匠、その師匠にランチに誘ってもらっちゃったんですよ。着物を教えてくださった師匠の前に洋服で行くなんてちょっと考えられないじゃないですか、はい、というわけで今日はちょっとこれ頑張って、はい、久しぶりに着物着ました。いやちょっと大変でしたね。もう着方を忘れちゃうんですよね、着ないと。本当にたまに着物の師匠からねメッセージ飛んできて着物デートしようって来るんですよ。だいたい私が着物の着方を忘れる頃、いややっぱり師匠っていう人たちはね見てますね私のことをね、はい、写真の師匠もしかり着物の師匠もしかり、はい、私はもう完全に見抜かれているなと思います、はい、まあその話もちょっと置いといて、でこの格好をしながらやっぱりよいしょ、ね、要素 50D でちょっとさすがになーって思ってたんです。まあ、ツイッターでねちょっとつぶやいてたんですけど、30日かな、はい、ちょっと部屋のレイアウト変更しようって思ったんだって、まあ夜中というか朝方にね、はい、でまあその時に一緒に断捨離もしたんですね。ゴミ袋6袋ぐらい出たかなどんだけ貯めてたんだよって話なんですけど、でその時にね、なんかカメラ1台出てきたんです。デジカメ。これ。キャノン 5D
パワーショット SX130IS。 どんなのかって、こんなの、この子、この子です。はい、ね、はい、こんな子です。このくらいやったらね、可愛く着物でもモテるかなと思って。というか、この子私全く買ったことすらも覚えてなくて、こんな子いたんだです。完璧にちょっと自分でもびっくりしちゃって。誰かが買ってきたとかそういうことないですよ。私がこれ買ってるんですよ。そういえばと思って中に入っていた、これもまた写真もね消してない状態で置いてあって、あらま懐かしい、10年前だよみたいな。ああ、そういえばこんな、まあね、なんかちょっと仕事で使ってたみたいでね、ああこんな仕事してたことあったよねって、うん、思うような、はい、写真が入っていてちょっとびっくりしたんですけど、まあ、その写真を見て、ああこれ本当に私買ったんだって思ったんですけどね、うん。でこの子どんな写りだったかもさっぱり本当に忘れてしまっているので、ちょっと着物の師匠とのねデートの時にこれ持ってって、ちょっとパシャパシャ撮ってみようかなって今思っています。はい、はい、そんなわけで2020年も、気合い入れてね、はい、頑張って写真撮って動画作って YouTube に投稿していこうと思います。また今年もよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。